皆さん、おはようございます。お昼になったらこんにちは。2つ合わせて、おはようございます。ありがとうございます。岩岡小学校ドラムサークルへようこそ。今日皆さんに楽しんでもらうのはドラムサークルというプログラムです。ドラムサークル、何のプログラム、リズムをみんなで分かち合うワークショップです。この子の子みんなが持っているいろんな、英語で言うとリソースと言いますけど、持っている素材、力を引き出す、引き出すです。私たちパーティスで目の前にある楽器で、あと椅子の下にある小さな物書き、自由に鳴らして楽しんでください。ドラムサークルファシリテーターという仕事です、やってます。森部です。よろしくお願いします。Thank you.
くれたみんなに拍手。アフリカジャペン、西アフリカのジャペン、アフリカの音楽はジャペン、ジャペンブラマピクリサニアバリサナバケニバカリクリシナクマアバダ、ジャペンジャペンジャペン、みんなのジャペン。スペイン語の言葉のリズムとアフリカの元々のリズムでできた音楽がマンラテン音楽です。たくさんあります。ラテン音楽はマンボ、ブルマ、ジャジャジャ、ね、うん、その辺がメキシコとかキューバとか南米のアリク全体、チリとかアルゼンチンとか、ね、うん、一方こっちの、ね、中近東からアジアで日本に伝わったのは最後みんながやった、うん、アドンドンガドン、アイドリッシュはドンガドンガちゃんと音頭のリズムです、ね、そうそうそう、これもアフリカにもあるんですよ。Thank you.
今まで全然知らなかったいろいろなドラムの音が聞けてすごく嬉しかったです。楽しい時間だったね。はい、またこのような機会があったらいいなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のドラム教室の感想も聞いてください。やっぱたくさんのいろいろなドラムとか小道具の音色がすごい綺麗で良かったと思います。で、またやっぱり今度やったら行きたいなと思います。楽しい時間だったね。はい、なりました、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のドラム教室の感想も聞かせてください。どれから？なんか世界の太鼓みたいなものに触れられて、なんか今までと日本の太鼓とは違う感じができました。今日は楽しかった。今日は楽しくて楽しなくてもう一回やりたくて、それで嬉しかったです。またやりたいです。終わります。元気だったね。ありがとう。はい、言うんですか？いいよ。楽しかった。はい、終わり。違います。はい、じゃあどうぞ。ドラムサークルをまたやりたいです、はい、ありがとうございます。楽しみだったね。はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ドラムが好きになれて楽しかったです。はい、はい、どうぞ。いろいろな国の、音やドラムを知れてよかったです、はい、響きがいい楽器で、クリスマスメドレーも、もう響けるようになったし、いろいろなドラムも体験できたの、できたし、小さい楽器も、もういろいろとあったので良かったと思います。楽しみだったね。はい、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。今日 のドラム教室の感想も聞いてください。いろんな楽器の音が楽しめ、聞けてよかったです。はい、楽しい時間だったね。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。